かの、そこまで言うかの時間でございます。さて、一日飛ばしちゃったんですけれども、今回の山口のりゆきさんと伊藤しおりさんのですね、控訴審の、まあ、口頭弁論、まあ、傍聴の、第1弾というのを、一昨日、お届けいたしました。で、もうすでに、このお二方がですね、割と早いもう段階で、陳述した全文をですね、それぞれの形で、もう公開をされています。で、早いところだと伊藤詩織さんの方はもう裁判所を出てね、囲み取材とかをされてる時になんかハンドアウトで、もうかなりいろんな方に、陳述のね全文を、まあ、配られたりとか、それから、山口さんの方もフェイスブックにねきちんと全文を掲載をもうされて出しますということだったので、読んでる人もいるだろうし、それからジャーナリストとかね、何人かのライターさんもねもう取り上げて、掲載されてるっていうのもまあお見かけしています。で、私はですね、私の場合はこれは動画なので、伊藤詩織さんがですね、傍聴席から見た彼女が、自分の席でね、起立をしてこの陳述の全文をね読まれた時の情景をですね、少しまあリアリティを持って、皆さんにまずちょっと朗読をちょっとかけようというふうに思います。と同時にですね、この画像をちょっと見ていただきたいんですけど、これは傍聴する時に改定をして、まず、2分間ほど裁判長の方が認めたメディアのね、法廷のね中をメディアがね2分間無言のねまんまで撮影したという、2分間のものが、まあ、まあこのような形でですね、まあテレビのこうニュースにこうなっています。で、私とかってねありますけど、この指先の先っぽを見ていただくと、私のですね、一番最前列の、まあ、左側ですね、まあ、ちょうど伊藤詩織さんが座っている列のね一直線上にね、私が、まあ、いるというのがちょっとお分かりいただけるかなと思います。この前私がホワイトボードにね手書きで書いたほぼ同じような図がリアルにこのような形で、皆さんにこうご覧いただけるかなというところで、これはちょっと皆さんにまずねご覧いただきたいなというふうに思っています。向かって左側が、伊藤詩織さんと、弁護団6名、右側に山口さんと弁護団が入廷されたという時のね、これは映像となります。ただ単にねざーっとこう朗読して、まあこういうことを言ってらっしゃいましたっていうね、形でこう流せなかったんですね。で、昨日私が陳述の全文を皆さんにレポートで動画の配信をできなくはなかったんですよ。ただ山口さんの方は全然問題ありませんでした。伊藤詩織さんの彼女のその陳述のねもう全てをやっぱり読み込んでいくうちに、すごいどうしてもツッコミどころがねこう出てくるわけなんですよ。で、それがね、山口さんの方は流れるようにね一気読みができるというほど、まあ、非常にね対照的すぎたっていうのがねあるんですが、傍聴席にも私と同じようにいらっしゃって、それから後ほど山口さんの報告会にもいらっしゃった令和河原版のですね、松田さんですね、今回直接ね伊藤詩織さんにも取材をね今回されています。なんかどっかの新聞社のね記者でこう松田さんがねいろいろこう質問されていることに関して、まあ本当にこう不敬だなっていうね、失礼だなって思うような、まあ突っ込み入れてるなんか記者もねいたようですし、それから明確にお聞きしているのに、まあ弁護士もね、何それ聞こえませんとかね言ったりとか、何をこの人たちは弁護団もやってきたんだろうなというふうにすごくね印象としてはねありました。で、松田さんの、声の肉声というのは非常に、まあ、男性的でか細い声の方ではないんですね。
しっかりやっぱりまあ、ジャーナリストでもあるし、まあ、こういう記者のね、お仕事もやっぱりされているっていうことで、ご自身の声というのも、非常に、通りやすい、聞こえないというね、ような声の方ではないんですね。だけど、取材の、一連の流れを見ても、ちょっと聞こえないんですけどっていうね、そういうリアクションってないんじゃないのっていうふうにね、私はやはり相変わらず、伊藤さん周りのね、この6人の弁護士っていうのも、非常に疑問をね、払拭できないなというものが相変わらず、何にもこの人たちは変わってないなというのがね、まず第一発目の印象でした。そして、松田さんの記事の中で、さすがジャーナリストっていうのはこういうところからちゃんと検証してるなというのがですね、伊藤さんと山口さんとのですね、陳述のね、全文の文字数のボリュームなんですよ。ここに書いてあるのが、後ほどですね、概要欄の方にも、すべて、この松田さんのですね、記事、皆さんに、ご覧いただきたいなと思っていますので、URL もね、貼り付けておきますので、同時に、ご覧いただけたらと思うんですけれども、松田さんの方がですね、まあ、分析されるとですね、伊藤さんの、この意見陳述というのは、まあ、2585文字。まあ、原稿用紙にして、およそ、まあ、6枚。それに対して山口さんのですね、同じ、陳述がですね、3319文字。要するに、原稿用紙にして9枚。けど、これ見た瞬間に、私は、って思ったわけですよ。その、は何かというと、山口さんの方の文章のボリュームの方が、多いんだっていうことに気がついたんですね。私の消えないその印象というのは、圧倒的に伊藤さんの方の言ってることの文字数の方が多いんだと思ってたんですよ。てっきりね。ところが、実際に字数を出してね、これ松田さんがされてるんですけども、山口さんの方がこれだけ文章のね、ボリュームっていうか文字数多いのに、まあ非常に腑に落ちるのが早かったっていうね。だから文章のね、文字数も山口さんの方が少ないんじゃないかなというふうな印象になってしまったのはそういう理由からなんですね。まあ、それはともかくとしてですね、まず伊藤さんのですね、陳述のですね、内容というものを、まず私が、まあ彼女みたいなね、可愛い、か細いね、声じゃございませんので、まあ私の、この肉声でね、読みますけど、途中、泣き声にね、彼女がなられたところっていうのも、私全部チェックして入ってますので、まあ、ここでちょっとね、こんな感じで泣かれましたっていう、ちょっといろんなことをちょっとね、盛り込みながら、これからね、まず、お読みしていきたいと思います。では、伊藤さんのですね、意見陳述ね、朗読始めたいんですが、冒頭がですね、控訴審を終えるにあたり、以下のように陳述させていただきますというふうに、スタートを切っていますが、ここをですね、ご本人は、開始始めにですね、っていうふうに、おっしゃいました。なので、控訴審を終えるにあたり、以下のように陳述させていただきます。というふうにね、開始されています。続けます。事件が起きてから6年が過ぎました。この裁判を始めてからは約4年が経ちます。2015年、事件当時の私は、必死でバイトを貯めたお金で海外の学校に通い、ずっと夢見ていたジャーナリというところで、ここで、ご本人のですね、涙声になった箇所になります。そのまま私はちょっと続けますね。ずっと夢を見ていたジャーナリストの仕事がスタートし、毎日ワクワクしながら仕事に出かけていた25歳でした。当時はこの後の20代を裁判に費やすとは想像もしていませんでした。ここの下りはですね、涙声になられていて、聞き取りはほとんどちょっとできませんでしたね。傍聴席の後ろの人たちはもっと聞こえてなかったはずです。はい、次行きます。事件と向き合う中で自分の身に起こったことを司法や社会がどう判断するのかを目の当たりにしてきました。精神的に痛めつけられ、攻撃されることの繰り返しでした。しかし、真実と向き合ったという事実は、私の人生でとても
大切なことだったと思います。この4年間裁判で訴えたかったことはそう多くはありません。まず私の身に起きた出来事に対して司法の適切な判断が下されることでした。そしてもう一つ、判決を通じて私が経験したような性被害及び性被害バッシングという二次被害が決して許されないものなどだというメッセージが広がることで、新たな被害者が泣き寝入りしなくても良い社会になることです。私は警察に届け出た段階で刑事司法で裁いてもらうことを望んでいましたが、逮捕は直前で取り消しとなり、それは叶いませんでした。刑事司法の不透明な対応に左右され、確かに存在していた性被害がなかったことにされてしまうことに危機感を抱き、自分の顔を出し、そして名前を出して発信することを決意しました。ここでね、申し訳ないんですけれども、刑事司法で、裁いてくれなかった、もみ消しをされた、刑事司法が裁いてくれなかったんではなくて、山口の隆起さん自身にレイプをしたという、そういう事実がなかったと判定したから不起訴処分にしたというまでであって、ご本人はね、自分は性被害だというふうに、主張してらっしゃりますから、真っ向から。なので、こういう言い分に、言われるのは、それは別に結構なことなんですけれども、決して、性被害があったかどうかということも、これ現時点においては確実にあったということは、まだこれは判決も出ておりませんし、で一審に関してはですね、誤審でしょっていうふうにしか見えないんですよ。世論の私たち含めて、少なくとも疑問を呈する我々からするとですね。ですから、刑事事件にならなかったというね、伊藤さんのその主張というのは別に主張されるのはいいんですけど、普通に客観的に考えて、正当な判断を刑事の方は、不起訴というものを、下したというふうに、私は少なくとも認識しております。売名、被害者ビジネス、ハニートラップ、名乗り出てから本当に様々な言葉が投げかけられました。刑事司法が適切に対応してくれていれば、私が被害者であることを公に名乗り出る必要はありませんでした。また名乗り出ることで傷つくことや失うことがあることも想像できたので、本当に悩みました。それでもこうして名乗り出たのは、被害を否定してはいけないと思ったためです。でまたここでね、ちょっと待ってっていうふうに思うんですけれども、何度も申し上げるように、刑事告訴をしても不起訴になったものを伊藤さんの意にそぐわないからといって、ハニートラップだとか、その売名だとかね、っていうふうに自分がそのバッシングをされるというのは、もう不起訴になったことが原因ではないです。まず伊藤さんご自身が、まずご自身でしおりというお名前でメディアに確かに出られました。一旦メディアに出たら、いかなる被害者も、もちろん加害者もそうですけど、何らかの形で誹謗中傷やバッシングにさらされるというのは、これは自分からそういうメディアに出た以上、そういう批判やいろんなものを浴びるということを、まず覚悟をしないで、なんで出たんですかということを、私は伊藤さんにはお伝えしたいですね。一切もう世間にさらされないっていうところで示談交渉をしたりだとか、それから裁判やったりっていうことであれば、こういう売名だ、ハニートラップだっていうことを言われることはないんですよ。ただ不起訴になったからといってね、ご自身がじゃあということでお名前を出されてメディアにお出になったのは、これ山口さんのせいでもないし、刑事が刑事告訴で不起訴になったせいでもないです。それがなんか申し訳ないんだけど、伊藤さんを軸に地球回ってないんだよねっていうことを、すごく私は言いたかったですね。で、まず、もうサッカー何回も言うようにですね、自分が一旦メディアに出る以上、どんな真っ当なことをしていても、
心のない誹謗中傷というのはもう必ずこれはゼロになるということは私はないと思ってますけど、そうじゃないですかね。じゃあ次行きます。私は山口氏に性暴力を受けてから PTSD によるフラッシュバック、うつ状態を経験し、何度も死を考えました。街を歩くことさえも恐怖を抱くようになり、一時期は日本を離れました。様々な誹謗中傷に触れたことで、現在でも自分でネットを閲覧することが難しい状態が続いており、仕事で必要なネットでの対応は第三者に全てお願いしています。これは伊藤さん、社会が悪かったり、これ日本が悪いんですかね。ちょっと意味よくわからないですね。で、何度も死を考えましたというふうに書いてある割に、今も現在も日常生活に支障をきたすっていう人が、性暴力をまあ受けたというあの事件後ですよ、あの山口さんも言われてましたけど、わずか 1,2 年の間にあのジャーナリストとしてご活躍されて、賞まであのおとりになったっていうね、事実が残ってるじゃないですか。 PTSD とかがひどくて、その日常生活もままならない、それからネットを見ることすらねできないっていう人が、そのような心身であのようなね素晴らしいあのジャーナリストのね、功績が称えられた、そういう賞をあの得られたっていうことに関しても疑問がねやっぱり払拭できません。疑問がねやっぱり払拭やっぱりできないんですよ。裁判の過程はとても苦しいものでした。被害と向き合い続けたことや、ネットなどでの二次加害だけが理由ではありません。裁判の内外で控訴人側が正当な反論を超えた中傷、そして二次加害の扇動を行い続けたためです。控訴人の第一審担当の北口弁護士はブログや記者会見で繰り返し、妄想、虚構、虚偽など私を嘘つき扱いし、病人扱いしてきました。北口弁護士は懲戒処分になりましたが、私は裁判自体に向き合う恐怖を深めました。社会も悪いし、日本も悪いし、それからあの山口さん側のね弁護士も悪いし、まあ山口さんも悪い、そうすることによって被害の度合いがねあの深まったというふうにねおっしゃってるんですけども、まあ北口弁護士のね、そのブログとかが内容がねあの出し方にしても、弁護士という立場であの良かったとはね確かにあの私が見ても思ってはいないんですけど、ただあの当たらずとも遠からずっていうことわざがあるように、北口弁護士がおっしゃったことというのは、大なり小なり、これまでのあの裁判の過程をね見てきて、私は同じことを思いました。他の方たちはどう思われたでしょうか。それとここまで書かれてね、伊藤さんはそういう誹謗中傷というものをさらに、セカンドレイプという形でもってツイッター上のリツイートやいいねボタンを押して、我々の与えられた表現の自由に対していいねとか、それからリツイートした人、それから一般人もひっくるめて大々的な名誉毀損で、いわゆるそういう提訴っていうものを、まあ、伊藤さんされましたよね。あの時日本の少なくともこの伊藤さんの事件を知っている、この事件に関してあの意識が非常にあの向いている人たちは大半ものすごい恐怖に落とされました。私もものすごい恐ろしかったです。伊藤さんの行ったその行為に対して、伊藤さんがまあこういうふうに、いろんなその被害とメンタル的な傷を負ったと、深いというふうにおっしゃいましたが、でも伊藤さんが行った行動の中に、一括して丸ごと日本の社会にいる一般の国民の我々も恐怖に落とした行為があったことというのは、やっぱり、私は忘れることはできないです。今回の控訴審で控訴人側はいかに私が信用の置けない人物であるかを示すことにエネルギーを費やしました。
例えば私が事件当時住んでいた居住は当時の私の収入では払えないはず、そしてこのマンションのオーナーは実は愛人をたくさん囲っていたとあたかも私がオーナーに部屋を貸してもらうなどの親しい間柄に無根拠な、主張を重ねました。実際はマンションの部屋をシェアハウスに改造したものであり、全く高額な家賃ではなく自分で働いたお金で支払っていたにもかかわらず、ちょっとこれ何言ってんのって感じなんですけど、家の話とかそのシェアハウス、これはこれ法廷闘争って裁判っていうのはいろんなところを突っ込んでもいいですからね。なので突っ込まれたらそれは反論すればいいじゃないですか。つまり伊藤さんがシェアハウスをにしてね、要するにその愛人でもないし、そのオーナーがその愛人を囲ってるとかっていうのはね、そういう形で誤解をされているんだったら、自分は今この家賃で、このシェアハウスという形で、賃料がいくらでっていうその証明になるものっていうのを賃貸契約とかをしてるわけじゃないですか。であればそれを出せばいいことじゃないんですかね。他にも私の身の回りを詮索され邪推され、事実ではないことを発信され続けました。またこの控訴審で真の性被害者という言葉が控訴人側の主張として繰り返し使われました。これは被害者のステレオタイプを一方的に作り出し、そのイメージとずれているからあの人は偽の告発者、性被害者なのだとする主張です。でここでね、最初にねステレオタイプっていう風に伊藤さんが読み上げられたところはね、聞き取れてなくって、ん？何タイプっていうぐらいね、まあかなり声はそれだけちょっとこうか細いね、形で、ちょっと私もこれノートに書いてますけど、なんとかタイプっていう感じでね、ここ私記述してるんですけど、聞き取りがね非常にちょっとできにくいね箇所でもありましたという、まあ印象が残ってるということなんですけどね。でね、真の性被害者はまずこういうことはしない、ああいうことをしないっていう風にそういう形で、まあ山口さん側もそうだし、この裁判をやっぱり見守っている我々も同じように思う理由っていうのは、これは実際には伊藤さん側の方が作り出したものですよ。これなぜかというと、もうこれ一つだけなんですよ、答えって。要するに伊藤さん側の方はこの後に及んでもまだレイプ被害を受けたという客観的証拠というものを全く出していないからなんじゃないですか。争点になっている2時3時の、性交渉が5時っていうことになってみたり、ブラックボックスに書いてある、被害のね、内容とかが、また変遷して変わっていく。普通ないんですよ、こういうことって。まず。で、これをステレオタイプだっていうふうに私は多分言われるんだろうと思いますけれども、それを、もう伊藤さんは間違いない。もうあなた自身が、性被害者なんだっていうふうに、もう本当に、固定させたいんであれば、もう簡単なことなんですよ。6人も弁護士連れといてね。そのような証拠というのを出せばいいだけのことです。それをお出しになっていないんですよ。それは、後ほどの山口さんが、リズネでね、きっちりとこれを出してくださいと。もし本当に、山口さんの方が、レイプの加害者なんだっていうことをね、名実ともに、この裁判所の中で、確定をね、本当にするというんだったら、それは相応のものをやっぱり出さないと、本当の被害者はこうです、ああですっていう、ことをもう言われるのはもうこれ仕方ない、当然のことなんです。それは、申し訳ないけど私たちのせいじゃない。伊藤さんが自ら、そのような形にさせてるんですよ。だから、ご自身がしているのに、私たちがステレオタイプにしただ、やれ、ハニートラップと言われただ、なんだかんだっていうのね、すり替えたりね。するのはちょっとやっぱり非常に私は憤りを感じましたね。第1審の判決直後、控訴人側が開いた記者会見で控訴人は、被害者はあのような笑い方はしないと性被害を受けた女性から聞いたという主張を行いました。控訴人は引用であると釈明しましたが、これも典型的なステレオタイプだと思います。この件にとどまらず、今回の裁判の中で性被害者や
女性全般に対するステレオタイプ的な見方が繰り返し、持ち出され続けました。で、私はこのステレオタイプっていうのはまあどういうことかと言ったら、もう往々にしてまあこういうあの人はこういうことをするんだという傾向にあるみたいなね、そういうものを要するに伊藤さんにななすりつけるのやめてくださいということをね、あの伊藤さんはここで主張なさっているんですけれども、でもこれもさっき言ったことと全く同じことなんですよ。だってこれ私だけじゃないですよ。多くの人が伊藤さんは海外の BBC とかね、いろんな取材でご自身が遭われたというその性被害のねお話をされるときに、すごい生き生きしたあのやっぱり表情でね、あの喋ってらっしゃるじゃないですか。で、しかもよくよく思い出したら、なんかフラワーデモの時にその記念品みたいな感じで、そのレイプのね被害あった時のあの服着てね、今日あの登場しましたっていう風にこうお出になっているじゃないですか。通常あの殺されそうになるほどの本能的にあの死を予測するようなね瞬間の激しいレイプをあの受けられた方々のあの PTSD のひどさというのは、まずあのレイプにあった時の服をね、あのこのようにあの後生大臣に持ってね、人の前にこう出てマイクで喋るなんていうことはまあ通常はできないですね。でこれをステレオタイプっていくらあの言われても、あの私の方もだからとって言うことをやっぱり曲げたくないですよ。でやっぱりあのこれに対して世間一般が伊藤さんの、いや、あの行った行動に疑問がものすごくあったから、だん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 このような行動を取ることによって伊藤さんが本当に性被害者であるということに対する、疑問符を投げかける人が一気に社会に増えていったんじゃないんですか。これも要は社会が悪かったり、日本が悪かったり、警察庁が悪かったり、刑事の告訴が取り下げられたことが悪かったんじゃなくって、やっぱり自ら伊藤さんが起こしたその発信してる言動、表情、すべてにおいてあれおかしいなっていうものを皆さんに植え付けたからじゃなかったんですかね。例えば私が早くその場を去りたかったためにシャワーを浴びずに朝5時にホテルを出たことについて控訴人はこう主張しました。偶発的な経過から初めて性行為に至ったに過ぎない。相手の男性が宿泊するホテルの居室で、当該相手の男性も使用しているであろうバスルームのシャワーを共有することなど、女性の心理として性交の合意があろうがなかろうが抵抗感、不潔感、羞恥心といったないし消極的な感情を覚える方が当然と言えるなどという主張をしました。もちろんそのような女性の心理がこの社会に存在している根拠は示されていません。まああの勝手私事にもなりますし、この私のこの動画をねご覧になっている中にも、あの恋人、まあそれから今ね結婚している相手と恋人時代に、まあ例えばそういうラブホテルに行く彼氏のその家に泊まって、まああの性交渉をする、まあいろんなあのそういう場面をあの経験してらっしゃる方ってたくさんいると思いますよ。で私がですね、主人と結婚した時ね、夫と結婚する前に、私はもうすでに夫とあの結ばれていました。一番最初に結ばれたのはですね、まあ、あの、夫のあの住んでいる、まあ、そのマンションに行って、その時に、まあ、あの、主人と結ばれました。で、その時に、やっぱりあの、私は何をしたかというと、そういう、性交渉になるかどうかっていうのは、まあ、予測はしてなかったんですけど、まあ、だん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 そういう濃密な会話とか、濃密な、まあ、いろんなその、やり取りをする中で、自然にそういう、まあ、結ばれたというね、まあ、そのような、まあ、シーンが、経過があったわけなんですけれども、やっぱり性交渉した後に、まあ、裸ですしね。で、自分が、シャワー浴びたいと思った時に、やっぱり、その、まだその当時、彼だった、まあ、夫に、シャワー浴びたいんだけど、とかね、やっぱり、隠してましたよ。さっき性交渉したんだから、じゃあもう、そのまんま、堂々と裸で、みたいなね。やっぱそれはないですね。
やっぱりバスタオルも借りたいし、シャワー室はね、やっぱり一旦、まあ鍵かけましたね。で、一応その女性としてのやっぱり、あの、羞恥心ってね、やっぱそれなりにありましたね。でも、夫は、あの、非常にその後も、あの、私のことをすごく、あの、思いやってね、あの、くれたので、まあ男性、まあ、それ以降ね、夫と、まあその、会うたびに、性交渉というものはその都度あって、まあその後、あの、まあ結婚したという、あの、ことがね、今、あの、記憶にありますけれども、やっぱり一番最初に、その男性と性行為をする時の女性の大体のその行動というのは、まあもしかしたらこれまたね、ステレオタイプだっつってね、あの、言われるんだったらもうどうしようもないんですけど、ただ、まあ非常にね、いくらなんでも私もね、あの、自分の事例を挙げるっていうのはね、まあちょっとね、はばかれるものもあったんですけど、腹割って、今日はね、伊藤さんが、まあ言ってることっていうのはどうしても当てはまらないから、もういいや。私のことも事例に挙げて、じゃあ喋っちゃおうっていうことでね、まあ、話を今してるところです。続けます。また、ホテルから出る際に、私の髪型が前夜と違って、結ばれていたことについても心理的な余裕が明確にあったからできたはずだとも主張しました。性被害に遭った人であっても被害に遭ったことを周囲にわからないように行動を取るということもあるかと思います。何事もなかったように。いや、これは無理。あの、ステレオタイプっていくら私を批判しても結構ですけど無理です。あの、私がこれまで、取材してきた、あの、本当にレイプをもうされて、もう仕方ない。もうまた開かないと、もう仕方ないって言って、まな板の上の恋みたいな状態にね、もうならないと仕方ないっていう風になった、レイプ被害に遭われた女性の取材というのを撮ってますけれども、なぜそうしたかって言ったら、それをもうこれ以上抵抗するともう次はもう殺される、というものがあったからです。そうなって、次に、何が起きるかと言ったら、まあ、かろうじて命からがら、次に何するかと言ったら、頭の髪の毛を言うことではありません。救急車を呼ぶ、警察を呼ぶ。これができたらいいですよ。できなかったら何らかの形でもう一回レイプされるか。そうしないと、凶器持ってる場合がやっぱり、レイプ犯っていうのは多いですから。なので、髪を結んで、それからそのね、ハイヒール履いて、悟られないようにして、ホテル出ていくっていう、行動は、絶対と言っていいほどありえないです。言っときますね、これは。冷静に振る舞おうとする被害者が多くいることを説明してもなお、本当の被害者なら他の行動を取るだろうという勝手な論理にすがり続け、私を非難し続けました。こうした文面が、ふんだんに記された準備書面や証書などの攻撃的な資料が届くたび、また新たな加害が行われているように感じ、苦痛の日々を過ごしてきました。いや、でも山口さんじゃなかったとしても、客観的にこの事件を見ている少なくともいろんな方がですね、どう思うか、世論のね、やっぱり、響きというものもね、冷静にキャッチしてほしいなというふうに思います。事件直後、被害届を出そうとした私に対し、捜査員が君の人生が水の泡になってしまうからやめなさいと言いました。どんな事件でも被害者側に沈黙させる方が被害者のために良いのだとされてしまう社会の仕組みの下では、これからも誰かを長期間苦しめてしまうでしょう。被害者が司法できちんと守られること、そしてこれ以上真の被害者という勝手なステレオタイプによって誰かを貶めるような出来事が起きないことを祈っています。この控訴審は新型コロナウイルスの影響により期日が延期されました。このような大変な時期からここまで丁寧に審理していただき本当にありがとうございました。で、まあこういう内容だったんですけど、このね、朗読を聞いて皆さんがどういうふうにお感じになるかというのは、まあこれは別としても、まあ、総じて、言えることというのは、自分の、その、伊藤さん自身を、真の性被害者だというふうに認めてくれないものに対しては、社会であろうが人であろうが、すべて否定する。そしてそれによって、さらに、PTSD とか、いろんな被害を被ったという、まあ、ご自身の
被害状況というものを書き連ねてあるだけなんだなというふうに思うんですけども、これを本当にね一発でね払拭するチャンスというのはこれあったんですよ。だってさっきから何回も言ってるじゃないですか、どう考えたって山口の隆起は性犯罪者だというふうに誰もが認めるような証拠の突きつけをすればいいんですよ。そして公表すればいいんですよ。そういう肝心なところになったら、なんで裁判資料に関しても閲覧制限して見せないんですか？午前2時から3時の性交渉があったのに、5時という形に、するために、そこを、論破するための反訴状というものを山口さん側の方は出してらっしゃいます。その裁判記録というのは、私たちが裁判所に行っても、全文そこはカーボン芯真っ黒欠陥になって、見せて、読ませていただけないんですね。もちろんこれは、その何が書かれているかっていうのは、双方の、弁護団と、それから、当事者の伊藤さんや山口さんは、その資料には制限かかってないから、当事者同士は見れるんですけど、社会の我々には、そこは見せないようにして、伊藤さんが、もう、真の性被害者であると、いう社会の世論扇動をするために私たちにそのようなツッコミが入るだろうという箇所というのを裁判記録の中からカーボン紙にしたんじゃなかったんですか。私ずっとそういうふうに最終的にそう思いましたよ。だからそういうことも全部やめなさいよって私言いたかったんですよ。そして正々堂々と伊藤さんが本当に4月の4日それから4月の5日にかけて山口の隆起さんに本当にレイプされたんだったら、すべてそういうような弁護士の先生6人もついてるわけですから、もうそれは参りましたっていうぐらいの論破をするぐらいの準備書面をなぜ出さなかったんですか。あっと驚くような陳述書とか準備書面、やっぱり伊藤さん側の弁護団の方を読ませていただきましたけど、どこにもびっくりするような、あ、これはもう山口さんの方が負けるなとかね、山口さんがいくら自分は加害者じゃないって言ってもやっぱり山口さんの方がね加害者だなっていうふうに思わせるような、そのようなすっぱ抜いたようなね資料って出てこなかったんですよ。しかもなおかつそのような都合の悪いところというのは裁判資料において過剰に制限をかけてね、私たちに見せないようにして、やっぱり伊藤さんは性被害者だっていう形で最終的に判決を迎えたいというシナリオ作りをねされているとしか思えなかったです。それとやっぱり伊藤さんって自分の性被害のことだけね戦ったらいいんじゃないんですか。徹底的に山口さんがもう性加害者なんだっていうことだけをね今回の事件でそこだけ争点にして争ったらいいんじゃないんですかね。なんか他の性被害者の方と違ってもうその一審判決がもう出るもう前後ぐらいから社会を変えたい社会を変えたいというふうになんかすごいそれはね社会を変える、そして自分は性被害者で、それによって社会を変えるんだっていうふうにして、なんかすごくこうスケールのでかいことをすごく主張されますよね。今回でもそうですし一審の時でもそうなんですけど、社会のことはどうでもいいからご自身のね傷だけをね負うその裁判に徹したらいいんじゃないかな、そういうところでのその違和感もすっごい感じましたね。それからあえて言うならステレオタイプっていうふうに言うんだったらね、一言だけ私は伊藤さんにはものすごい憤りがねやっぱりあるんですけど、以前こういう動画を、伊藤さんはお出しになってます。日本で生活していると女性はみんな性被害に遭ってるっていうこういう字幕をつけたもので、こういう動画流れてるじゃないですか。それは私は性被害に遭ってないですよ。私の周りにも性被害遭った人はいないです。私の妹も性被害に遭っていないです。性被害に遭いそうな学生時代を私自身は6年間バスで、通学していましたので、その中で、例えば痴漢行為とかね、学校の帰りとか、その駅の中で、わいせつ行為を、受けるとかね。で、そういうものを、じゃあ受けたかって、一回も受けたことないんですよ。で、伊藤さんがこんなことを発信したかばっかりに、海外にいる友人から言われたことがあるんですね。中島由香も、ちっちゃな頃に、
性的被害あったのっていうふうに、それはステレオタイプというように伊藤さんがこんなことを言っちゃったので、私までがそういうみだらなね日本の女みたいな感じにやっぱり傷つけられたっていうのがあるんですよ。ステレオタイプステレオタイプって言うんだったとしたら、私も伊藤さんにはこういうことを言うのをジャーナリストって少なくとも自分がそういうふうに自称してるんだったとしたら、こういうことを絶対しないでねっていう、もうこうやって日本を陥れるっていうこと自体、ジャーナリズムっていうものに関してもね、伊藤さんがやってきたことに関しては非常に許せないっていうね感情しか残っていないです。で、今回の違憲陳述をまあ結局聞いても、最終的に何が残ったかって言ったら、1年前と何も変わってないですね。山口さんがもう参りましたっていうふうに言わんばかりのね、証拠をきっちり客観的な証拠をね突きつけたらいいだけの話です。で、乳首から血が出たっていうような、これの反応に関しても医学的な根拠にしても、これも、きちんとしたその根拠になっていないものが、やっぱり、一審でね、それが、きちんと、裁判長の方が、それをもう採用しなかったから、まあ、だからもう、ほぼ誤審みたいなね、一審に結局なってしまいましたけど、乳首噛まれた話もね、申し訳ないけど、乳首噛まれたことありますよ、私。まあ、私自身は、男の子一人産んでますから。で、血が出るほど噛んじゃうことってあるんです。母乳をね、やっぱり授乳してる時に。で、特に、赤ちゃんって歯が生え始めの頃って、歯茎が非常にむずがゆいので、お母さんの、乳首をね、噛むってことあるんですよ。血が滲んだことあるんですね。血だらけになったことないですけど。それがね、右だったか左だったかみたいなね。どっちかわからないみたいな、そんなことありませんので。チリ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 してね、もうとにかくブラジャーもできないぐらい、もうこう T シャツのこの生地がね擦れるだけで飛び上がるぐらい痛いので、もう左右差どっちかっていうのはね、もうすぐ分かりっていうね、忘れもしないっていうような、しばらく傷口の痛みっていうのは激痛で走りますので、伊藤さんのように右か左かっていうのを覚えてないみたいなね、まあそういうようなことも踏まえて、それ本当なんですかっていうふうにやっぱり思ってしまうわけですよ。で、それはその現場にいて、伊藤さんと山口さんの現場にいなかったとしても、同じような傷を負う事例というのは世の中たくさんあって、それからしても伊藤さんの主張というのはあまりにもレイプ被害を受けられたというふうには到底考えにくいし、その医学的根拠になるものが立証されていないので、すなわち真の被害者だったらこうです、ああですというふうなことを突きつけられるのも、伊藤さんと伊藤さんの弁護団が作ったものだというふうに、私はそれしかも結論づいたものはないです。というところで、まあ今日ちょっと長くなりましたけども、皆さんはどのように、まあこれをね、解釈されるでしょうか。まあどっちみち、まあ来年ね、1月に判決が出ますが、まあ、このようなことも踏まえて、今度こそ、きっちりと客観的な証拠に基づく、判決がね、出ることを、まあ、願ってやみません。ということで、まあ、第1弾、伊藤さんの、まあ、まあ、口頭弁論での違憲陳述について、まあ、私なりのですね、注釈を入れながら皆さんに配信しました。ではまた、お会いしましょう。